まあ、おはようございます。おはようございます。まあ、あのね、数の子お買い上げいただき、あの本当ありがとうございます。なんだろう、まあ、これも多分通るからあのアップするかどうかちょっと分かんないですけど、ね、当初僕は見に行くだけのつもりの八百屋家紋でしたが、見に行くだけというかみんなの姿を見たいなと思ってて、東京にいるか分かんなかったで、二の足踏んでましたが、ゆうちゃおから連絡がありまして、5月だったかな6月だったかな忘れたけど、数の子を歌う権利っていうのを販売したいんだけど新次郎さん出てくれませんかって言われて、いいよ、でも東京にいるか分かんないから、東京にいたらねって言ったら、それじゃダメですって言われて、今日今ここで約束してくださいって言われて、で神さんと話して、もし宮古島に行ってたら一日だけ東京に戻るようなことになるかもしれないっていう話をして、それでもまあ、みんながやるんだったら、参加できるんだったらそれでだけでもいいかなと思って OK をしたのがこの企画でございます。だからまあそこでね、その発売したらわっと売れてどうせ野音出るんだったら多分新次郎の曲でって新次郎とって思ってくれた人がいて買ってくれたんだけど、したらその後ね、いろんなグループができて皆さんど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 ん課金されていってね、チャリン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 、まあおかげさまで八百屋家紋もいいなんとかかんとかできて、まあそれでね、何回も出てもトータルでじゃあ40分出ました50分出ましたって人とかでも俺はいいと思うんだよね。それで10曲歌ったって言っていいんだもん、嘘じゃないんだから、私呼んで10曲歌ったのよって言えばいいんだよね、本当に嘘じゃないんだからさ。だから一人でって、いや一人じゃないけどいいじゃない、それでね。でもそれだってそのこのグループのうねりの中に入んなかったらできなかったことだから、だから僕が深川でもよく言ってんだけど、今できることだけやればいいんです。変なおまじないとかいらないですからね、うまくもならないし急に暗記力良くなるわけでもないんで、一番大事なことは歌えればいいです。もごもごでも前向いて、僕だったら今だったら中野サンプラザに向かって歌う感じで歌えば全然素晴らしい景色になると思いますから。で多分、数の子は、あと3分ね、喋らせてね数の子はね、14時55分ですから、ちょうどいい時間ですねこれね。ちょうどみんなのなんか入ってきてわさわさして、あ、なんか買わなきゃ飲まなきゃトイレ行かなきゃ椅子がどこだ誰どこだとかっていうのがちょうど焼肉屋さんでカルビが焼き終わったあたりにここそう、山中が来てキムチが来て炭塩が来てカルビが来て焼くぐらいの時かな。でもう最初の1時間の人ってカルビ焼いてる、炭塩焼いてるぐらいの時間だから、私にだけレモン来てませんとかっていう、そういうまだそういうなんか誰か一人だけ飲み物忘れられてるとかっていう、そういうまだうねうねがまだある時間帯なんで、この数の子はね、負荷がちょっとそのちょっとうねうねの時間帯だから意外にピリッとしないといけないなとかって思ってたんだけど、すごくいい時間帯で、はい、後の人たちはもう飲んだくれてる時間帯になりますからいや焼肉屋さんだよ、ヤオンじゃなくて焼肉屋さんでは飲んだくれてる時間になりますから、正直言うと何言っても面白くなっちゃうから、それはそれでもいいんだけど、ね、なんかやっぱりそこで感動させるのか、ちゃんと見る視線のところで感動させるのかっていうのだったらさ、なんかちゃんと見る視線の時に見てもらってさ、みんな楽しそうだったなとかって思ってもらった方がいいじゃないですか。だから当日は僕は皆さんのさっき言った最終控室ってなんだっけ、最終直前待機エリア、待機エリアで僕は皆さんをお待ちしますので、ボランティアの方に促されて、入ってきて、赤
海道線ですね、この荷物置き場に置いて入ってきたところで僕は待ってますから、そういう形にしましょう。それで、横一列のマイクなんで、皆さん大人なんで、僕は誰がどうっていうのは言いませんから、多分もしかすると子供が2人急遽当日参加になるかもしれないんで、そしたら子供さんを一応真ん中にして、あとは皆さんお任せしますから、新次郎の周りに子供がいて、で一応僕にマイクは立てますけど、僕一応ぐるっと全部回る予定です。だからまあ一応俺本気の声で出すから、どのマイクからも僕の声は拾えると思うんで、あの皆さんは来た時はあの無視しないで目ぐらい合わせてもらって、すごい楽しいのは分かるんだけど、あの一応僕行った時だけは一応進次郎のバッジ買ってくれたっていうね、あのいや進次郎に目立ってやろうぜっていうのは全然構わないからね、そういうの俺大好きだから、あのそしたら俺がもっと上行けばいいだけの話だから、だからまあその僕は基本的に待機エリアにいますんで、あと自分たちでこのせっかく皆さんね、あの実行委員の方たちがここまで作ってくれたんで、これでちゃんと来てください、お任せします。特典は全然ないですから、あのその当日特典みたいなのはないんで、あの当日特典は基本的にバックステージに俺と一緒に入れることだけだと思ってください。だからそれはね、はい、あの、トイレだなんだ全て済ませてもらって、で何かあのあればもうしょうがないんで、それはもう自分であのリストバンドをもらえるわけだから、あの自分の中で全部動いてください。この時間はもう絶対に動かないんで、今自分がどこで何をしなきゃいけないのかっていうことだけシミュレーションしてもらえば、それは各他の団体の時もそうだと思うんで、一応深川深川で今ルールを決めて、神学さんがあの今度明日か明後日にはアップするって言ってたんで、一応だからそのつもりでやってください。でもし何かあったら、ほぼほぼ僕本部の物販コーナーのとこにいますから、あの本部に来てくれればどうにでも連絡はつくんで、なんだろう、何かあった時はそれが一番早いと思います。それから、まあ、体調の場合はすぐあの赤い T シャツ着たスタッフに言ってもらって、やっぱ旦那さんいらっしゃるでしょ。体調によってなんですよ、ね、だからちょっと長丁場だからね、あのそこは見てもらいたいんだけど、ただ一人で来れるんだったら、あの、まあ、この時間も含めて僕も時間も分かってるから、あのその時間に合わせて来るようにすればいいと思うんで、多分全部いるっていうのは薄暗い時間は結構色動けるんですけど、そうなんだよね、産後堂みたいな、そうだよね、昼間もちょっと明るい時間だって、で結構体力的に、そうだね、だからちょっとそこもねあるから、あの無理はせず、はい、あの見てもらいたいのはあれなんですけど、でそんな感じかな。それでまあ基本的にはこれはまあそのいろんな注意事項と、その僕が当日どうするかっていうことだけが今それだけです。だから本部にはいますから、何かあればその代わり、20分前からは僕はもう中に入っちゃってるから、ご自分たちでやってください。それはお願いします。で要は最初に数の子何の子を歌います。で大丈夫を、で、大丈夫は、このイントロはなし、いつものパターンです。あの2人の未来はどうなるか誰にもわからないけどでも大丈夫、2人でいればない、サビね、2番のサビ最後の、そのとこをやって、窓を叩いて動画で八百屋家紋のちゃんとホームページの方に立ち上がってますんで、 YouTube で追っかけられるようになってますから、あと今日の、今日の記事、練習会のページのところに楽譜動画って全部振ってもらってるから、それ見てもらえば今日やること全く一緒です。それで、大丈夫に関しては途中の
1回だけです。1回しか回さないです。だから7分ギリギリなんで、今日今撮ってみて、ちょっと、難しければもうちょいはしょるかもしれない。数の子はちょっとはしょれないんで、でもしあれだったら、あでももうはしょれないんだよな。ここまでやって多分ね7分で終わってるから大丈夫だと思うんだけど、ね俺の回が時間オーバーしちゃったらシャレにならないからさ。あいつがまた喋ったからだよとかって言われるのもちょっと嫌だからさで基本的にね、数の子はもう皆さん大丈夫ですよね。あのブーテキいただきました。ブーテキっていうかあの数だからあれできる人はペッ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 っていうのをやってください。あのせっかくね、なんだろう、信次郎おまけのおまけで送っていただきましたんで、あのおまけなんだかスタッフが間違えたんだかちょっと知らないんですけど、ね、まさかの皆さんまで数いただけるとはっていうのがあったんで、3はいって言いますから、数の子のやつをね、俺3はいって必ず言いますんで、あので、始まってもらって、で、みんな一緒にも言ってください。ここに書いてありますけど、みんな一緒に数の子食べてよ、みんな一緒に、イエイイエイ。この時は絶対前向いてください。皆さんお客さんの方を見てニコニコしてイエイイエイは別にどんなんでもいいですよ。あの自分の好きなイエイイエイやって、なんかこれをやったからこうやってまた聞くのに戻るのとかって考えなくていいですから、そのイエイイエイに全てをかけてください。自分たちが一番目立ってるのはイエイイエイのとこだと思ってください。それって何回かね、2回イエイイエイがあるでしょ。そうすると2回同じことやれば、あれさっきあの人面白いことやったなって言ったら、そのイエイイエイの時絶対自分の方に目が行くからね。だから逆に言えば、なんだろう、あのジャニーズとかあの東宝シネマみたいな、ほらなんかあのうちはあのね、あのなんかさ、あのわざと間違えるのすげえ大変なんだよ、探し出すのがさ、なんかさ本当にガチじゃねえよ。東宝新喜劇ぐらい知ってるよ。東宝新喜劇って言おうと思ったんだけどもうやめたんだよ。ねえ。だからそれでなんかイエイイエイイエイって書いてきて、ここに背中に伸ばして出すとか、その時私ウクレレ弾かないけどどうしようとか一切考えなくていいです。そんなこととにかく、あなたじゃあ2500円払って、2000円入場料払って、 T シャツ買って、バッグ買って、他の本も出て野音に来るんですから、その1回ぐらいどっかで自分が目立たなきゃダメなの。それを数の子の時にかけてください。それを他の時は他のところのルールがあるから、それは僕が許しますから、ここは僕のルールなんで。だからそこで進次郎より目立ったって思ったら、後から口聞かなくなるだけだから俺は心の狭い餅をついたような性格だから、だからね、あのそういう人間だから、あのただ自分のなんか絶対イエイイエイイエイのとこだけは目立ってください。そこが肝だよ、数の子なんの子は。でそしたら数の子なんの子、ニシンの子、意外に知らないニシンの子ってコール&レスポンスがあるでしょ。でその時もやっていいから、イエイイエイイエイと同じこと弾かなくてもいいですから。だから数の子なんの子ってやった時もなんか自分なりのニシンの子とかね、意外に知らないニシンの子、カズって、まあ、いないのよ、カズさんがいないのよっていう、この3つのフレーズも全部自分、もうそういうこと考えて、あと5日間本当にパフォーマンス、そうそれの方が絶対面白いからさ。だからそうだって、もうなんだろう、ある意味言い方悪いけど、皆さんの中でも4年も聴いてもらってる曲だから、だからあのいいんです。だから新しい数の子なんの子を見せてくれればいいから、だからその間に大丈夫は楽しそうにみんなでやればいいし、数の子はやっぱりお祭りソングだから、だからもうそこであの
やってください。それをでそれは、僕動画でももう一回それは通達しますけど、とにかくそのこの2つイエイイエイイエイのとことニシンの子ニシンの子いないのよっていうのは、自分をアピールする時間だと思ってください。だからそうなると立ち位置なんかどこでも構わなくなるわけ。前出てってもいいからね、全然。その代わり自分の声とウクレレが拾わなくなるだけだから、でもそれ以上のパフォーマンスすればいいだけだ。でも演奏は絶対にずっと続いてるから、それなんでかって俺がいるからだから絶対止まんないから、そこは自分がや間違っちゃったからどうだろうなんてことは一切思わなくていいです。それは全然ね、気持ちいいでしょ。だってあんだけネタ考えていろいろパフォーマンスする人なんだからさ、ね、もうあのデブとなんだっけ、デブネタと食べるネタと、そう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 、ああいうのだよ。だからああいうのが大事なんだよ。だからさ、そうだ、ああいうの考えると面白いじゃない。だからじゃあこれ、じゃあ俺数の子で何、私何しようって思ったっていいと思う。だ本当にさ、例えて言えばさ、わかんないけど数の子の被り物してきたっていいんだよ。その代わり絶対ステージじゃいじらないけどね、時間がないから時間がないから絶対にいじらないけど、でもそれを何食わぬ顔してずーっと数の子の間中被ってて、いやいやいやの時だけ前出てくとかっていうとこまで自分ができれば、そのなんていうの、恥ずかしさがすっ飛ばせるんだったらそういうことやったって全然いいからさ。進次郎大好きってここにこうねやって、何食わぬ顔してずっとこうやってこうするんですよ。そう、いやいや全然構わないから、あのノールール、あでもそれだからみんなでまたあのなんかスレッド作ってやり取りしてって言うとすごい時間かかるから、まあまあやめてね。だからそれ、もうそんな時間ないから、もうみんなのいろんな準備がいっぱいあるんだからね。だからそれはだから、でもなんかさ、そのだけそれだけでも面白くない？いやいやいやだけさ、なんかさ自分好きにやっていいよって言ったら、普通だとさ、みんなで振り決めてなんかしようっていうのが普通でしょ。でもそれってセオリーじゃない？そういうのがさ、なんかまとまった感があるじゃない。でもそれがこれが逆に演奏がちゃんとしてて、その決めるとこだけばらけるっていうのも実は面白いんだよね。だからそれよくやるのユニコーンとかのライブは多分そういうスタイルなんだけど、コメコメクラブとか、うん、あのバシッとしててベースが決まって根っこが決まって上でどう遊ぶかっていうのも、何をよろず部屋これ、なんか今までになってるそうそう、うん、でもそれって面白いから、自分でそれ考えるだけでもワクワクするから。なんで思ったかって、俺100円ショップでさ、今そのうちわとかそのモールとか売ってるんだよね。大好きとかね、そうそうね、だから面白いよね。だからね、だからそしたらみんな芝からチシシ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 とかさ、あいつらシシじゃないよ、シシじゃない。なんだっけ、クイズであの5つほら埋め込むののさ、なんか一つだけ違うんだったらまだいいけどさ、なんか全部全員不正解みたいなのやめようよ。合わない、どれが合わない、一つも合ってねえじゃねえかみたいなのさ、あと一番やっちゃいけないのはあのね、進次郎大好きってやろうと思ったら、あの二郎大好きっていうのだけやめてね。だからね、いるからね、二郎ね、二郎いるから、だからね、だからそれだけは、それだけはちょっとやめて、俺のステージでは真は新しいとかって、それも嫌だからね、ちょっとね、だからね、うん、それもあいつの方が若いから、だからね、だからまあそれは冗談だけど、まあね、必ずこれ一回ここ来ると入れとかないと気が済まないの、川上二郎君のこと入れとかないんですまあ彼はね面白くて、だから彼のパフォーマンスも多分同じようなパフォーマンスだと思うんで、あのとにかく好きにやってって、歌わなくていいからって、僕弾いてるからって同じなの。なんか弾くのも大事だけど、やっぱり歌うってことだから、いつも言うけど歌が真ん中だからね。じゃあまずじゃあそれ数の子やってみましょうかね。まあまだでもまだ20分しか経ってない、大丈夫だよ今日、全然俺バリバリだよ今日。あと4時間ぐらいしゃべる。全然全然。
そしたらみんな飲みた時みんなで後割りかね、俺払わないから。行くよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。キムちゃんやってる。後でセブンス入れるのとかなし。そうそう、だいたい いそうだからね。終わるときは一緒に終わろうね。一人だけセブンス入れるのなし。セブンス禁止。特に鈴木隆。セブンスライス。まあまあだから、でもそういうのもねあってもいいと思う。だからさっき言ったなんだろう。で途中入れてもいいですからね、入れるんだったらサス4とかサス2とかその流れがおかしくならなければ。でやっぱ今もまあこれじゃあ入れてるけど、これがベースですから、分かんなければまあ今日生きてる人は分かんない人になるけど、ダメな人はもう決めどこだけ決まってれば全然。これなんでかっていうと、一緒に歌おうコーナーなんで、一緒に合奏しようコーナーじゃないから、ね、一緒に歌えばいいんで。何回も言いますけど、ウクレレは僕弾くからだから大丈夫なんで、まあ見てりゃみんな弾けるからね。だから展開は覚えてください。もう簡単ですから、 A メロと B メロとサビ、あとブリッジが1回 D7 が入るところが D7 と F と G だけですから、あとはもう CF、CF、F、G7、C、 これが A メロで、あとは C、Am、F、G、
これが B メロ。それだけ覚えちゃえば楽譜見ないでも済んじゃう。だって全然ね、簡単だよね。うん、だからあの全然そこは大丈夫です。このまたヨルズベアみたいになってきた。だからそういう風に、ね、展開で覚えるとね、すごい楽なんで。あのもこれでいっちゃうわけだから、それで血液サラサラのおばかせみか振りたいは少ないよ誤解しないでね。ね、すごい簡単でしょ。 CMIFG7 しか使ってないんだもん。だってそういう風に作ったから。なんでかって言うと、でなんで作れたかって言うと、俺が天才だから。もう引っ張ったくであとはあなたの健康が心配だから、毎日少しずつ数の子食べてよ。もうずっとなんか繰り返してるだけだから、展開だけ覚えてください。でね、あの本当に YouTube 見ても分かるし、今おかげさまであの配信でね、配信だとボーナストラックで僕の曲全部入って、大丈夫も数の子なんのかもあの姉妹も入ってるから、あれで全部練習ができるんで、あのなるべくならそれを聞いてウクレレだけと自分の歌で合わせる練習をすればいい。見ないようにして、うん、そうすると誰かが歌ってるのに合わせるって練習にもなるから、曲はどんどん進んでいくから、分かんなくなったら一回止めちゃう。で分かるとこまでまた C に戻るまで弾かないとか、覚えておいてのこの MIFG7C になるまで弾かないとか、その時どうするか、こうやってやっててもいいし、あのいつもよりこうミュートして数の子なんの子に真の子、こうやってくれると 逆にパーカッションの代わりになるから、ミュートしてリズムに合わせても4つでもいいわけ。数の子なんの子に真の子、これだけでももうとにかく分かんなくなったら弾くのやめちゃう。っていうか、いや弾くのやめて、押さえるのやめちゃう。で、右手は常に動かして、で、分かったら、あ、それが来るんだったら覚えておいてねってやれば、ほら不自然でしょ。あ、分かんない、分かんない、あ、この人分かんなかったんだってだ3800人が思っちゃうわけよ、それがさ。そういうところの逃げ道っていうのもあるから、あのまあ、数の子は大丈夫だね。あとでもう一回通しでちょっとやってみますけど、ほら、もうまだ全然大丈夫今日。素晴らしい新曲、この頃秋田さんに感謝だ、これいろんなツアーでいろいろやらせてもらったから。じゃあ大丈夫はね、これはどうしようかと思って、この二人の未来はどうなるか誰にもっていうのをみんな歌いたい、私歌いたいってしてる今日。今日特典でもし私歌いたいって人いたら歌わせます。当日も聞くけど、うん、だからマイクが、8音のうちだから子供が入ったとすると、俺の使うとなると、まあ3本ないとして、5本あるわけでしょ。1人5人に1本ぐらいのマイクなんです。だから5人は歌ってもらおうかなと思って、これスタート5人で合わせる。いや、だからそれ俺がだからワン、ツー、スリーとかってやって、ワン、ツーでもいいし、だから二人の未来、3のとこでワン、ツー、二人の未来はどうなるか誰にもわからないけど、でも代表俺が二人の未来はどうなるか誰にもわからないけど、でも大丈夫二人でいれば大丈夫にしようか、の方がいいな、その方がいいな、入りがね、やっぱ真珠の節だからね。そうじゃねえ、それは
あのね、別のライブでもみんな聴けるからさそう、自分のステージで歌わないからね、ここで歌っちゃうからね。じゃあここはいいや、そうするか。でみんなで、でも大丈夫のとこだけみんなで歌おうか、それでいこうかね。でじゃあね、で二人の未来はどうなるか誰にもわからないけど、でも大丈夫、二人でいれば大丈夫。止めるよ。窓を叩いて、これぐらい、君を呼び出すから、今夜二人で出かけないか、おしゃれして髪を束ねて、進次郎が何が言うかっていうのね、楽しみにセブンス弾かないで楽しもうよとか、スーさん出るんだっけな、これじゃなんかね、なんかスーさん出そうな気がする。しなちゃんは来るの分かってんだけどね、なんかスーさん出るなんか言ってたよね、なんか風の音ってなんか言ってたよね、なんか。まあまあそんな、だからまあこんな感じだから、じゃあこっからちゃんと動画で流すように分かりやすく説明しますと、まず数の子なんの子、数の子は。皆さんで言うか、カズ、ブーテキ、
僕らこの当時ブーテキって言ってたんですけど、カズーで、やっていただく。それで、そしたら数の子なんの子にしんの子って始まります。そして、数の子なんの子の最大の、見せ場でございます。あなたの健康が心配だから毎日少しずつ数の子食べてよ、みんな一緒にイエイ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 。このイエイイエイの時は皆さん好きなことしていいです。舞台から降りないでください。あとはドラムセットの上に乗らないでください。あとは、モニターに足かけないでください。モニターの上立たないでください。マイク振り回さないでください。それ以外のことは、何やってもいいです。はい、それだいたい氷室京介とかがやってることはやっちゃダメっていうこと。あれはいけないミス。そうそうそう、あれはちゃんとプロの人たちだからいいんで、直してくれる人たちがいるからね、横に必ず何かすれば。あと、A ちゃんとか清志郎みたくマイクこう振り回すのもダメです。それもダメですけど、とにかく自分が目立ってください。イエイ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 のところは何やってもいいです。さっきも言ったけど、うちわ作ってきて、自分の名前を書いたうちわを作ってもらってもいいし、全然やってもらって構いません。だから本当なんかさ、なんかね、タオル、ヤオンのタオル買ったんだよ、ハンタオルもって、深川の手の上だってやってもいいし。だからそう、だからそれはとにかく2回ありますから、同じこと2回やった方が絶対目立ちますからね。違うことをやると散漫になってしまいますから。ただなんか戻ってなんか着替えたりとかっていう時間はないですから、イエイ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 ってもう3秒ぐらいしかないんで、だからその3秒に命をかけてください。それと、なんだっけ、あともう一個、数の子なんだっけ、あなたのイエイイエイイエイのとこと、もう一個目立つとこ、これだけだったよな。いや、もう一個、もう一個あったよ。カズの子、あ、カズの子なんの子、ニシンの子のレスポンスのところの、カズの子なんの子、ニシンの子のところのニシンの子、ニシンの子いないのよ。この3つのやり取りの時も自分たちの好きなパフォーマンスをしていただいて構いません。で、何回も言いますけど、演奏は絶対、誰かがしてますって思ってください。で、誰もしなくても僕は絶対してますから。だから演奏が止まるってことはないんで、とにかく好きにしてください。で、一応イエーイカモンオッケーっていうのは僕が必ず使ってるあれですけど、それも全然構いません。イエーイカモンオッケー言ってもいいし、別のこと言ってもいいです。なんだろう、ただ自分の名前言うのはダメだね。数の子なんの子にしんの子ひろめとかって、それはちょっとおかしい。そう、向こうから来る分にはいいけど。あ、ひらめですね。意外に知らないにしんの子ってね、なんかひろめひろめばっかり来るとなんか。友達に言うと。まあまあ何でもそこで言えみたいな。何でもいいんだけど、そこは、やりましょう。そこが自分を一番見せれるパフォーマンスだと思ってください。数の子はそこです。で、あとは一番、覚えておいてねーで、俺が覚えておいてねー、イエーイ。難しいから、それはいいです。やれる人はやればいいですけど、あれだったら、カツノコってなんのこ、カツノコってニシンのこ、ガーン。強めに、ね。それだけでもかっこいいから。それをただ、コペ入れたりしてるだけだから、それは別に、こんな感じだから、そこは
あの好きにやっていいです。好きにやっていいっていうか、その後のあれカツノコなのか、ほらまた自分たちの目指す方が来るからねそこ待機しなきゃいけないから、あのそこに行くまでにこう引きつけるつもりのこうパフォーマンスで、昔はねみんな飛んで跳ねてました当時の人たちは。あの D7 になるとジャンプのジャーンと俺言ってたから、あのまあ野音ジャンプしても面白いけどね、みんなでジャンプしても面白いけどね、それはね。みなちゃん何でも飛べる、みなちゃん飛んでまた足痛めたとかってなるとちょっと腰痛めたとか大丈夫ちょっとなんかあんまりだからその負担にかけないようにしないといけないからでも飛ぶのも面白いね。やってたね、やってたよね。渋谷でやってた頃は飛んでたね、かなり俺飛んでたよね、うん、かなり飛んでた。ジャンプもいいかもしれない。ジャンプ復活させてみるか。ね、カッタが覚えておいてね。ジャンプ。カツノコって何のコ？カツノコって西のコ？おやー！カツノコなんて。いいね。いいじゃん。ヤオンっぽいじゃん。ヤオンっぽいじゃん。うん、すごい。いい。みんなでやる。いい。ヤオンっぽい。ヤオンっぽい。あ、なっちゃん。あ、そう。うん、ヤオンっぽいよ。よし、それで、カズノカそれで OK ね。で、まあ、大丈夫は、二人の未来はどうなるか誰にもわからないけど、でも大丈夫、二人でいれば大丈夫。止めるね、一回。窓を叩いて、そう、こんな感じね。であとはでも大丈夫、ヤオンでヤオエカモンで楽しもう。一パッケージにしとくしたら下からもう写真って出たらどうする。空いてる椅子をちょっと、はい、じゃあ一回そのままずっとずりっとずれてください。ずりっとスライド。まだ大丈夫ですよね。まだ大丈夫ですよね。もうまた今もうチョビさんのタイミングが出るのかと思う。はい、これも回すからそれで、はい、なんか面白くなってこない、これなんか、ね、じゃあさ、これで、入場から、トータルで測ってみます。入場からトータル で とりあえず、誰かにもしかして振るかもしれないけど、あんまり振ったりしてそこでしどろもどろになっちゃうと時間の無駄になっちゃうから、あんまりその時間をね もったいなく使いたくないんで、僕もほぼほぼ喋らないで今回はやるつもりでいくんで、まあノリの感じでいくと、じゃあいきますよ。大丈夫ですか。まあじゃあここでポンで、ゆりかのさんが、次は進次郎と一緒に歌うのコーナーです、で我々と出てきます、でまあ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 ってやって、俺がパーッと見てまだまだだな、もうちょいだな、こんな感じで、そしたらどうもこんにちは進次郎です、カズノコのバッジ買ってもらってありがとうございます、じゃ今日はカズノコなんのこと、大丈夫をここにいるみんなと歌いたいと思います。一緒に歌ってくれるなりウクレレ弾いてもらっても構いませんから、みたいなことを言います。それでそれじゃあ皆さん行きましょうっつって、もしかしたらその時に
俺の第一戦初めてのヤオンベイベーが出るかもしれないですけど、ヤオンベイベーいつ出そうかっていうのはちょっとその時の気分になりますんで、だいたいこれぐらい喋ってると大体同じぐらいになります。それでいきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、サン、ハイ。数の子なんだと自信の子、みたいな話でこんなみんなに歌ってもらいましてみたいな話をします。38分ぐらい、それでそれぐらい話して、そこ受けるとこだからねしそうな顔すんのやめたいな。でまあ最後はね、あの去年出した大丈夫、来年はイケメンの俳優に歌ってもらう予定で頑張ってますみたいな、東方神起に歌ってもらうニューチャプター3に入る予定でございますとかって言わないけどね、絶対。でまあそんなようなことを話して、じゃあ大丈夫皆さんでやりましょうみたいな。もうその時もしかしたら、まあ今まだこれで5分になってないからやるけど、でここで二人の未来はどうなるか誰にもわからないけど、でも大丈夫二人でいれば
は禁止はもうなんかね、あ、言ってる、うん、そうそう言ってるから。これで7分22秒今のピンポンキャハハミまでだから全然いけます。でもこれ終わったらすぐハコちゃん、そう、ハコちゃんの方にクッと固まって、クッと固まって、誰がどうとかって、もういい、誰がどうとかって、顔はちゃんと私がどことか、私はこんなとことかって一切やめてください。そのままキュッとただ縮まってください。あの上座も 下座もね、あの年上も年下も性別も何も関係ない、うん、そう、そこにグッて、あとはファインダー合わせてくれるから、俺らが詰めるだけ詰めればいいだけの話。要はだからマイクとかそういうものの前にキュッと寄れば、あとは全部合わせてくれるから、でそのまま履けるとステージに勢い余ってみたいから落ちない。まあでも進次郎のはもう2時間経ってるから、他のステージも出てる人も結構多いから、あの慣れてると思うんでね。だから深川のメンバーはもう全員ほら2時に出てるから、だからあのそんな感じかな。だからあのまあちょっとやってみてよかった。俺こんだけ喋って7分22だから、これ8分超えるかなとかって思ってたんだけど、うん、意外にテンポ落とさなくてもみんな弾けるから、まあこの2曲はね、うん、大してなんか染み込んで耳がもう耳染み込んでるにはさ、正月だけじゃないとこになんで数の子ってなんでもう一回1番歌おうとしてたのね。私まあまあそんなことですけど、まあまああの俺はね何の心配もしてない。一番心配なのは集合時間にみんな集まるかどうかっていうのだけが自己責任です。そうやっぱりね、あの超ハイテンションになってるはずだから、あのそこだけは染み込ませて、自分が集合場所に行かないときにどのグループが歌ってるのかってとこだけは丸つけとく。丸とか三角、いっぱい出る人いたら丸とか三角にして、自分がまずその第一待機場所に行かなきゃいけないときに誰が歌って、わざわざそれを今こう書いてくれてるわけだから、あのそのね斜め左にずれていけば、誰がやだい、あの例えば進次郎と第一待機エリアに行くときには、横浜ね、分かりやすいじゃん、塩さんが歌ってたら待機場所に行かなきゃいけないわけよ。すごい分かりやすい。そうね、そしたら次入ったら、中に入ったら次誰歌ってんのって言ったら、ウクレレラバーズは、まあ、それはもう俺ら見れないから、だからとにかくその袖にいるから見れないから、うん、その塩さんが歌ってたらもうその出演者待機エリアのオレンジ色のところに行かなきゃいけない。私も横浜にいるので第一待機場所には行けません。そうだからその代わり、その横浜終わったらその人たちはもう出演者袖にそのままくるっと回って行けるから、そういうふうに思えばいいわけ、自分たちでね。自分でシミュレーションして自分がどう動くか。そうそう、それは分かんない人は誰かに聞いて、ただいっぱいに聞くといっぱい答えが返ってくるから、一番聞きやすい人に聞いてください。あの答えが10個も20個も同じ答えが返ってくることになっちゃう。あの引っ越し屋さんの見積もり全部出しますよって言うと何十社って来るのと一緒になっちゃう、同じ答えがいっぱい来ちゃうから、だからあの一番相談しやすく分かりやすい人に、やってください。で一応うちはほら加賀だったら加賀部さんが窓口でっていうんで、俺らは打ち合わせだけして発信するのはもう加賀部さんから発信するって決めてるからさ。そうじゃないと思う、誰に聞いてね、じゃあヒロさんに聞いていいのか進次郎に聞いていいのか加賀部さんに聞いていいのかって分かんなくなっちゃうから、まあ、とにかく発信元は一つだから、自分も聞く人は一人に決めとけばいいのかじゃん。大丈夫だよね、頼むよ。これは、ま、待てないからね、恋はいつでも初舞台だからね、はい、だからだから本当にあの全て待てないから、全て時間通りに進んでいくから、美奈子ちゃん来ないから10分押すねとかっていうのはない。時間とその誰、これはちゃんと放送しないから大丈夫だからね。あ、本当に大丈夫だよ。時間と誰がやってたら行くっていうのをちゃんと紙に書いていきます、うん、紙に書くのなんなり自分がすぐ取り出す、耳のところに入れとくとか、うん、スッと出しとくとパッと出せるとか、あとこうポンと叩くとこからヒュッとか出てくるとか、あのロボットかなみたいなさ、そうそうそう、こうやってここ回すとこっちからクーッと出てくるとか、すごいなんか物でもね、本当にちょっとねこれはね、あの心配しすぎるぐらいしないと10分で全部動くから、運動会、そう20分前に集まって本番がもう20分後だからさ、これってなかなか大変なことなんだよ。結構きちきちですよ、うん、大運動会に出てくるそう
大体普通30分1時間はもう待つから、あのでもこれはでもここまで書いてくれてるからさ、すごいことだからねこれね、すごい親切、こんな親切なの、これ全部自分でやんなきゃいけないから普通だったら、まあそんなことです。だから、とにかく横浜になったら横浜チーム以外の人は待機エリアに行く、これがです。で僕はとこにいませんから、で皆さんとお会いするのは10分前の最終待機エリアのところで僕がいて、最後の確認をするだけです。以上でございます。ではお疲れ様でございました。ありがとうございました。